あ、大丈夫ですか？どうですか？調子の方は。やってます？ちゃんと。あ、すごいじゃないですか。牛丼ライト。美味しいでしょ？あれ。牛丼ライト。意外とね、あれね、あれご飯だと思って食えばね、結構お腹いっぱいになりますよ。そう。あとね、あの、野菜セットと、あと豚汁。豚汁サラダセットの方が一番いいと思います。だから牛丼ライト、豚汁サラダセット、で、生姜、増し増しみたいな。そう。生姜たくさん入れるみたいな。あれダメですよ、あれ。あのまんま生姜を自分の箸食っちゃったら。ね。ニュースやってましたからね。まあ、カモさんそんなことするとは思わないですけど。いやいやいや、わかんないじゃないですか。だって、めっちゃ食うもん、カモさん。あ、ダメです。ドレッシングはダメです、ドレッシング。あそこにかかってるドレッシング言ったじゃないですか。野菜にかけるのは、オリーブオイルと岩塩。もう持参してくださいよ。あのね、油はダメ。ただでさえあなた油でできてるんだから、体が。あ、すいません。言い過ぎちゃいましたね。いや、だ、あなただって、もう絞ったら油しか出てきませんよ。あの、油はトランス脂肪酸が良くないので、オリーブオイルと岩塩です。もうだけにしてください。慣れてください。はい。ダメです。あそこにあるような、フレンチドレッシングとかダメです、一切。体に悪いんで。はい。もう牛丼、サラダセット。はい。で、そうです、そうです。いいですよ。はい。うん。でも、飲み物は、基本的にカモさんダメですよ。炭酸水だけにしてください。おすすめはウィルキンソンの炭酸水ですね。はい。ダメですって。それは砂糖の入った炭酸水です。三ツ矢サイダーとか、コーラとか。同じ炭酸じゃん。同じ炭酸じゃねえだろ、この野郎、お前。あ、すいません。痩せる気あんのかよ。すいません。炭酸水だけです。言ったでしょうね。三ツ矢サイダーとか、メロンソーダとか、スプライトとか、コカ・コーラは全部砂糖が入った炭酸水です。勘違いしないでください。ウィルキンソンの炭酸水にしてください。はい。あれが一番いいです。シゲキックスで。炭酸を飲めば、そうですよ。お腹いっぱいになるんですよ。満腹中枢が高まりますんでね。はい。だから、その、ドレッシングに、その、フレンチドレッシングとかね、イタリアンとか、いろいろありますけど、かけないでください。はい。で、食べ方は、牛丼ライトの前に、野菜を先に食べて、そして、何回噛んでます？少ない。ダメ。一口、50回噛んでください。はい。いや、しょうがないです。時間かかりますよ。でも噛めば噛むほど、はい、唾液が出て、そして、はい、消化にもいいですし、いや、もう、ダメですって。カレーは、スープじゃないから。飲んでんですよ、あなたはいつも。ラーメン食べるときも。噛んでないの。飲んでるんだよ。なあ。気づけ、この野郎。豚！てめえ、どんだけ太ってんだ、この野郎。あ、すいません。はい。まあ、そういうことなんで。炭酸水と、はい。ウィルキンソン。はい。ドレッシングは、岩塩とオリーブ。はい。食べ方は分かりましたよね。分かりましたよね。はいは。はいは。はいは！よし。やるれ。痩せろ。あ、はい、痩せます。いや、ちょっとね、熱くなっちゃいました。申し訳ないです。いやいやいや。いや、もう、言うこと聞いてくれないんで、カモさんが。ちゃんと噛んでくださいよ。本当にね、噛まないとダメ。うん。で、しっかりと。まずはね、20キロ痩せてください。はい。2ヶ月で。そっから、胃の手術しますんで。はい。ということで、はい。よろしくお願いします。はい。はい。よろしくお願いします。どうもー。はい。痩せる気ねえなー。豚、マジで。
別に痩せる気ねえわ。へなへなちゃん切り取れるかな。